高速道路のトンネルの上にそびえ立つ巨大な足場。近くにはクレーンなども設置され、人が作業をしている様子も、何かの建設現場のようにも見えますが、岩石の劣化が進んでですね、取り除くということで工事をすることになりました。行われていたのは、群馬県を走る上信越自動車道の北の巻トンネル入り口付近にある岩の撤去工事。70メートルほどの高さで将来落石の恐れがあり、今日工事現場が公開されました。ネクスコ東日本によりますと、2017年から準備を開始した工事は2029年に完了する予定だということです。